こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、サポートから初売り上げまでの実例、ね、何日で初売り上げ経ったか、それをご紹介したいと思います。まず、この会員さん、7月4日のサポートを開始しました。そして、セラーアカウントは順調に翌日、開設完了しました。そこから、まあ、順調といえば順調なんですけどね、まあ、ちょっと時間、3週間ほどかかりまして、1回目の納品発送が終了したと。そして、その1週間後、ね、ちょうどサポート開始して1ヶ月目に、初売上が上がったというような仕組みです。まあ、これね、1ヶ月で完了してるんですけど、まあ、ここまでやればね、あとはもう、今までやったことの繰り返しと。で、商品選定の方はもう全部聞いていただければ、まあ、売上、利益ともに伸びていくという形になりますね。一番覚えることの多い、ね、大変なところはこの初めの本当1ヶ月という感じなんですけど、まあ、初売上はどのぐらいの期間でどうなるんですかというのでね、やっぱ最初の部分って載せれば紹介しておいた方がいいかなと思いまして、今回1ヶ月で初売上というね、経過をご報告します。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。